物価高の問題ですとか、一次産業の課題ですとか、福祉の課題ですとか、まあ、本当にたくさんの課題がある中で、今までの自民党がやってきた方向性をうまく検証しながら、そして我々としてこういうことがやりたいんだと、という議論ができるためには、やっぱり与野党が同じぐらいの勢力で拮抗している国会じゃなきゃいけないと、これからますます気を引き締めて、十勝のために精一杯働く石川香織、3期目頑張りたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。